東口窓口ホーム、大野城駅は、福岡県大野城市白木原一丁目にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB05。駅自体は、大野城市にあるが、駅の西側は、春日市である。国鉄時代には、博多都市間で当駅だけ通過する普通列車が、存在した。その後利用客が急増し、現在は、 快速列車も停車する。南福岡駅駅名標。春日の表記のもとにうっすらと、白木原の表記が残っており、春日駅開業前に隣駅だった大野城駅が、かつて白木原駅という名称だった名残とも言える1961年10月1日に、春日信号場から駅に昇格し白木原駅となる。 一方、西日本鉄道大牟田線にはすでに白、木原駅が存在していたが、西鉄側の駅は解消しなかったため、二つの白木原駅が存在し、利用者を混同させていた。やがて国鉄側の白木原駅は、 1987年4月1日の国鉄の分割民営化の後の1989年3月11日に大野城駅に改称し、現在に至る。春日は、近隣の春日神社にちなんだ地名、白木原は、朝鮮半島にあった白木の国に由来し、かつてこの地に朝鮮半島から渡来した白木人の集落があったことからついた地名、大野城は、 古代山城の大野城が由来の地名である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京城駅舎を備える。JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口及び自動改札機が設置されている。2020年度の1日平均乗車辞任は6,554人で、あり、JR 九州の駅としては、第18位である。 増加傾向が続いており、2004年度には、上校辞任が1万人を超えた。近年の1日平均上校、乗車辞任の推移は、下表の通りである。出展は、以下の通り。九州大学地区市キャンパス東口周辺は、民家やマンションが多く換算としている。一方、西口周辺は、九州大学畜生キャンパスや、福岡県立春日高等学校など、 教育機関が多い。西鉄の天神大牟田線白木原駅とは東側に約750メートル離れており、大野城市、コミュニティバスでも連絡している。東口西口かつては、東口ロータリーから西鉄バス2日、四代木原線があったが2000年頃に廃止された。現在は、ほぼ同じルートを窓か号が通る。駅の隣にある、 米軍貨物ホーム跡。ホームだけ残っていて廃墟化している。近年、すぐ横に遊歩道ができたためフェンス越しに間近で見ることができた。当地の米軍の施設の名残として大変貴重であったが、2012年9月現在では駐輪場を隣撤去。当駅の歴史は1946年6月10日に設置されたカスが信号場にまで遡ることができる。 当時は太平洋戦争終結直後であり、東信号場は近くに設置された、米軍カスガ基地専用船を分岐させるためのものであった。専用船には貨物列車のホームが設置され主に貨物の積み下ろしなどに使用された。基地は当時の国鉄鹿児島線の本線の線路を境に、西側の当時のカスガ市の前身であるカスガ町と、 大野城市の前身である大野町の一部の広範囲にわたって広がり、日本人の立ち入りは原則できなかった。その後1961年10月1日に駅に昇格し白木原駅となるも、当時の駅舎は前述した背景があることから、西口は設置されなかった。基地は1972年6月に日本側に返還され、跡地には、 九州大学や福岡県立か菅高校などが設置された。だが、専用船にあった貨物用のホームなどの周囲は、基地の変換後に国有地となり、ホームを残して、さら地化される。わずかな基地の名残を近年まで残すも、2010年までに、ホームの横には遊歩道が整備され、2012年現在では、駅前駐輪場や国家公務員大の城宿舎が、 できるなど、当時の基地があった頃の名残は、ほとんど見られなくなっている。白木原駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。